どうもディアです。今回ね、なんかとんでもない画面から始まってるんですが、まあお気になさらず。とんでもないっつってもあくまでも装備編成画面なんでね、そんなにとんでもなくはないとは思うんですが、そしてパーティーをちょっと編成しようと思ったんですけど、なぜかやめてますね。なんでなんでしょうね。で、今回はこちら、メインミッション、過去の幻影。こちらをね、やっていきたいと思います。それは紛れもなくカオスだった。ティアマットが言い放ったように、各クリスタルに対応するカオスがそこにはいた。ティアマット同様、戦いは、苛烈を極めたが、ジャックたちはカオスを打ち破ることに成功する。カオスを倒したことで勝手にクリスタルは解放され、その力を取り戻す。今までとは異なる力に驚くジャックたちであった。つかの間の後、5人は光に包まれ浮遊城に転送される。アストスが転送装置を操作し、ジャックたちを転送してくれたらしい。アストスの不可解な言動に疑問を感じつつも、三つ目のクリスタルの解放、そして三人目のカオスを倒すため、ジャックたちは、また読めなかったね。愚者の式19、白き霊法について。土のクリスタルが祀られる場所の近くは本来肥沃の土地が広がり、多くの作物が収穫できたと聞く。しかしルフェインの計画により、この土地に大きな歪みが生まれた。第10の時空に存在する鉱山を模造し、肥沃な土地に広がっていた山脈は万年雪に覆われた死の山へと姿を変えた。そして彼らはこの霊峰に眠る人々の、この霊峰に宿る人々の祈りさえも模造したようだ。祈りを捧げた彼らも、まさか自分たちの思いがこんなことになるとは思っていなかっただろう。読めました。間に合いましたね。なんかね、今回ちょっと設定いろいろミスってまして、無双する旅路の参道、山を登るのかと思うと、いやー、画面の明るさ設定いじったせい、すげー見づらいんですよね、画面が。言葉が見つからない。わかった。まあ、突き詰めていけば、突き詰めなくても自分のせいなんですけど、いやこりゃひどい。まあ文字が見えねえですよ、いつもよりも。これで終わりだ。でも気を抜かないことね。ここからだ。うつせみの術。これは攻撃を回避するやつだったかな、一体。なんか一応敵を倒してるですけど、なんか なんだろうな、ここをまあ行ってしまうと、まあ多分ファイナルファンタジー10のガガセトさんの、まあなんていうかオマージュだと思うんですけど、なんかやっててね、ちょっと手応えがあんまりなかった。いや、いい意味でも悪い意味でも、なんかなんだろうな、ここ最近のボスだとモルボルグレートっていうか魔の樹海が本当に苦戦したので、なんかそれと比べると、まあやけにこっち簡単だなっていう、まあそれでも死にかけてるんですけどね。死にかけてるやつが何を言うって話なんですけど、でもまあそんな感じでしたね。この斜面の雪、危ないな。出てきたか。サクッと倒そう。で、ここでウルフリーダーというか、まあウルフリーダーみたいな見た目してんですけど、シルバリオを倒して、ひるんでる、いけるよ。で、先に噴出口を壊せばいいのに、なぜか敵を倒そうと四苦八苦してるっていうやつです。そしてソウルバースト。で、これ雪崩、これ旗から見るとやばいですよね、かなり。実際の雪崩はもっとやばいんだとは思うんですけど、渦巻く犠牲を超えし、なんだろうな、岩窟かな。
あーで話を戻すんですけども、あーダメだやばい、実際の雪崩はこのゲームの日じゃないとは思うんですけど、やっぱりそこはさすがスクエニ様といったところで、そのなんだろう、雪崩の表現が本当にリアルですよね。なんか何度も言うんですけど、大事なことなんだよな多分二度言ったってことは。こういう氷とかの細かなディティールっていうんですかね、それこそあんまりそういう専門的な用語わからないんですけど、とかも凝ってるし、でもこれでもなんだろう、ファイナルファンタジー7リメイクだとか、なんだろう、まあファイナルファンタジー15だとかと比べるとグラフィックは劣るんでしょうね。これでこんだけグラフィック綺麗なら十分って気もするんですけどね。ただ個人的にちょっとなんだろう、いつものスクエニさんらしくないなと思ったのは、主人公のジャックの見た目が意外とこのなんだろうスクエニさんのゲームって爽やかな主人公多いじゃないですか。なんか爽やかなイケメンみたいな、あとはスマートな女性っていう感じが多いんですけど、なんかおー、いい意味で男らしい、男臭いキャラクターが来たなっていう、まあ、ある意味これファイナルファンタジー、初代ファイナルファンタジーの悪役であるガーランドのなんだろう、過去編じゃないですけど、まあ、それに近いものを描くということで、まあ、ガーランドが爽やかなイケメンなわけがないということでこうなったのかもしれませんけど、でも個人的にこういう硬派なファイナルファンタジーこれからも見ていきたいですね。見ていきたいというか、見ていきたいじゃないな、この場合やっていきたいですね。だから FF オリジン2なんていうのもあっていいんじゃないかなって思ってます。その例えばね、皇帝とかの皇帝視点で描くファイナルファンタジー2みたいなね、勝ちは勝ちだ、喜べ、善の皇帝悪の皇帝に分かれる前の、まだ本当に一人だけだった皇帝、一人だけだったってなんかおかしいな、一人だけだったというか、まあその唯一無二の本当の皇帝であった頃の、まあ皇帝視点の物語をちょっと見てみたいですね。どうしてあんな極論みたいな、極論というか極端な思想に陥ってしまったとか、そういうのはまあぶっちゃけ、まあ、気になりはします。言うて僕はそのあんまり過去のレトロなファイナルファンタジーは3以外はやったことないんですよね。なのでまあ最近だったらディシリアファイナルファンタジーオペラオムニアだったりで、そういう風な解説が入ったりするとちょっとね、普通にありがたいようなネタバレ食らったような感じになるような、ピクセルリマスター買って実況したいんですけどもね、なんかやっぱり今こうやって最新のファイナルファンタジーをプレイしていると、今昔に戻るのはなっていう気分になっちゃうんですよね、ちょっとどうしても。だから一回なんかレトロゲーとかそういうものを挟んだら、そういう風にピクセルリマスターの過去のファイナルファンタジーをやってみるのもありかな、じゃあ個人的に思ってます。ファイナルファンタジーはいかんせんもう6月発売予定の、今年6月発売予定のファイナルファンタジー16ですか、いわゆるを含めるともう16作、ナンバリング作品だけで16作品目で、外伝とかを含めるともう軽く30作ぐらいいきますよね多分。もうこの膨大な量なので
祈りに祝福されし試練の間。うん、こういうのはなんかファイナルファンタジー10の寺院を思い出しますね。なんかこの独特な文様の、やるぞ、ついてこい、なんだろう、ああいうのプレートが飾られてると個人的には寺院を思い出します。これがいわゆるそのガガセトさんを模倣した、模造したというだけじゃなくて、そこに住まう人々の祈りさえをも模造したっていうのがまさに今のなんでしょうね。お敵みたいね。なんか世界のために命を賭した者の祈りがこういう風に異世界に、まあしかもそれも悪いような目的で利用されてると考えると、ちょっとね、悲しいものがありますね。お疲れさ。愚者の式8、クリストレについて。不安定な世界を効率よく維持するために、彼らが安置した結晶体、4つのクリスタル。世界の持つ元素の力とも言うべき、元素の力を引き出し、制御、均衡を図る装置、地震や火炎、地震や大火、洪水に嵐、それら自然の脅威を恐れ続けてきた人間にとって、その存在はまさに秩序の神のように映ったことだろう。それゆえ、聖者問わずあまたの思い、感情がクリスタルに集まり、歪み、そして闇となってカオスが生まれるきっかけになることは、彼らにも想像できなかったわけだが。これ、なんか歴代ファイナルファンタジーへの、アンチテーゼとも取れるし、アンチテーゼと合ってんですかね。ちょっと言葉のセレクトミスったかも。アンチテーゼというか、まあ歴代のファイナルファンタジーを否定するようなこととも捉えられますし、歴代のファイナルファンタジーはやはりクリスタルというものによって支えられていたっていう解釈もできる。まあなんかちょっと切なくなる文面でしたね、個人的に。まあやっぱりクリスタルの存在がないファイナルファンタジーも一部あるけど、ありますが、そうなんだろうな、ファイナルファンタジーの中枢にはやっぱりクリスタルだとか、そういう風なものは一定数存在してたので、ね、こうも、まあ、初代ファイナルファンタジーでも語られてたことですけど、クリスタルが原因でカオスが生まれるみたいな、そういう設定っていうのは人の業と言いますか、厄災の終結を夢見た。ちょっと読めなかったわ、早い早い。うおっとっと、ぶね。なんか本当悲しくなる、何度言えば気が済むんだって話ですけど、悲しくなりますね。珍しいな。装備しとく。なかなか大変な場所だったわ。どこかで休憩したいところね。休憩場所ならここだ。さあ、敵だな、グリフォンか。簡単ではなさそうね。結構楽勝に倒せたな。またどっかで雪崩起きてるな。この近くである可能性も否めないけどね。山道は疲れるな。詩人の安息を捧げた水没道。あれか、シーモアの攻撃だよね、詩人の攻撃みたいな、なんかあったような気がする。シーモアの、あの、これ以上言うと FF10 のネタバレになるか、あんまり言わないでおこう。過信や油断で何かをなくした男の姿が浮かんでくる。
俺の記憶ではないことを願おう。自分を掘り下げるのはおやめなさい。嫌なものを見ちゃうから。おやめなさいっていうソフィアの喋り方といい、まあそのワードセレクターといい、なんていうかソフィアは人生を達観している感じがありますね。どっかアッシュも達観してるイメージこそあるけど、なんかアッシュって達観してるけどどっか行き急いでるみたいなイメージもあるんですよね。なんかそう考えるとアッシュって面白いキャラだなと思って。ジェドはなんというか良くも悪くも今時の若者っていう感じで、ネオンは何だろう、しっかり者に見えて、その実ちょっと危うい一面があるみたいな。まあ属性で表せばツンデレっ子なんでしょうけどそういう風な感じで、ソフィアがまあ露骨に保護者枠というか年長者枠、モルボル、モルボルはやだ。でその中にあって異質なのがアッシュなんですよね。どこかに開ける仕組みがあるはず。なんかだから個人的にオリジンの推しキャラは誰ですかって聞かれたら、まあ、個人的にはアッシュかな。まあでも言うてジャック、アッシュ、あ、ジャック、アッシュじゃねえや、ジャック、セーラ姫、アストス、ビッケ船長とかもだいぶあれですけどね、まあ、好きなキャラには入ってきますね。特にビッケ船長とかってワンの頃って、ま、ワンは本当に少しだけしかプレイしたことないんですけど、なんかビッケ船長って本当になんだろう、ワンの時点ではただの荒くれ者みたいな印象がすごい強かったんですけど、なんだろう、オリジンではあんな海賊の冗談は笑うもんだぜみたいな、すごいユーモアがあるキャラクターになってたのは何だろう、やっぱり今だからこそできるのかなーなんて思ってみたりします。そのいろいろな意味でも個性が重要視されてきたり、多様性が認められた世の中だからこそ、単純に海賊っていう肩書きだけじゃなく、その何らかのキャラ設定っていう名のまあ味付けでああいう風な濃いキャラクターになったのかなって思うと、今の世の中には感謝ですね本当に。ちょっと理由は忘れたんですけど、忍者ってやっぱ双剣というか短剣の方が扱いやすいのかな。拳だとあの単発のなんだろう、あの技個人的にすごい扱いづらくて、なんか敵を軽い敵だと本当に角に吹っ飛ばしてしまうんですよあの技。なのでうまいことコンボがつながらなくて、ブレイクゲージを削るのにもなんかシックハックしちゃって、結果的に敵を倒すことの効率化にはなってないっていうのかな、難点だなやっぱ。ジャックがいれば余裕だな。そう言ってもらえるとジャックを操作してるこちらとしてもありがたい。手応えがなさすぎる。ジャックがいれば余裕だな。そして我ながらどこへ向かっているのか全くわかんないわ。過去の自分のそのまあ今これは録画に不備が生じた状態なので音声が後付けなんですけど、まあそういう風に映像に声を後付けするという形になると、自分がどれだけなんか操作がおぼつかないかってのがよくわかりますね。これこんな形で自分のプレイの下手さを実感したくなかったな。
これで全部のシンボルみたいなものを破壊しましたと。するとなんと、ででーん、道が開いてますよっていうね。でもこの扉は自力で開けろよっていう、なんか親切なようで不親切な設計になってるダンジョンっていう感じですね。それぞれのダンジョンがそのつながっているわけじゃなくて、まあなんだろうな、なんて言えばいいんだろう、こういうの一息つけそう。これは余計なことだろうが。それなら言うな。言わせてくれ。こいつは手強い。最後まで気を抜くな。アッシュの忠告が入ったところでボスバトル開始です。今回のボスはドラゴンゾンビ。いや、こいつなんか苦戦したような苦戦しなかったような。なんていうか、まあこれをやった後に裏でドラゴンゾンビを何回か倒してるんですけど、結構それで考えるとジョブがこれ忍者だったり、まあアサシン、まあアサシンが一番やりやすかったかな。拳装備のアサシンが一番なんかやりやすかったですね。このドラゴンゾンビなんか背面を取って後ろからファルコンダイブでどんどんブレイクゲージを削っていってみたいな。これで行く。ただ間違いなく正攻法で戦うなら忍者で、こういう風にうつせみの術とかを使って、なんだろう、敵の攻撃を地道に避けながら、まあサブジョブに賢者とかブレイカーを装備して、そういうので地道に削っていくってのが、まあドラゴンゾンビに関しては正しい戦い方か、正しい戦い方かなって思います。引いてあげなさい。一度目のソロボス。危険な状態かもしれないわ。だがまだ這い上がる。なお生きようとする。見習うべき執念だな。魔物に教えられているようじゃまだまだだな、アッシュ。こいつは手強いんだ。最後まで気を抜くなよ。ああ、もちろんだ、ジャック。ここでライトブリンガーを使って一気に削り取る作戦です。アルテマー、やっぱりアルテマー強いの。これかっこいいっすよ。どうです、このとどめの刺し方めっちゃかっこよくないっすか。この演出考えた方、ほんと素晴らしいセンスしてると思います、マジで。よろしくお願いします。また一緒ですね。嬉しいです。光栄です。あなたと一緒なんて光栄です。よろしくな。よろしくお願いします。希望が叶いました。よろしくお願いします。光栄です。よろしくお願いします。嬉しい。消えてしまえ。ありがとう、ジャック。助かったよ。気にするな、忘れろ。
意味深なカット割りがあったところで、今回はここで終わりです。過去の幻影クリアードってね、メインミッション土の追憶が解放されました。ということで、いよいよ次回土のカオス立地戦だと思います。多分このまま行けばねこのまま行かなかった場合は立地じゃない可能性もあります。ということで、次回もまたよろしくお願いします。以上、ティアでした。それでは。